お疲れ様です。お疲れ様です。何ですか？朝会とかだったんですか？今日たまたまだ、水曜日俺ら社長と朝会やってる。ああ、はいはい。1週間でみんなは気に締めてさ俺らはもう6時からおるわけじゃん、ここに。はい。絶対来るわけよ、そう、10分前とか珍しくね。みんな結構ギリギリ来るんだけど、はい、社長来るなと思って、大体みんな10分前とかそういうの来るんだわ、はい、さーってね、はい。で俺はもう来とると思っとる程度でさ、みんな、はいはい、社長来るって分かっとるから、はい、で終わって朝会が6時半になってさ、はい、でパーッと外見たら俺こいつベトナム人いねえじゃんと思って、俺あれパンタはって言ってみんな来たで、はい、寝坊してますこいつ。俺10分前じゃなくて10分後に来ちゃったわ。間違えちゃった。知ってたんですか？でも社長が来るって覚えてたんですか？知ってるよ。それ知っとるでしょ、だって毎週。いや、覚えてなくて、うん、あ、もう今日はいっかみたいな感じで。いや、それ一番タッチ悪いじゃん。マジで。そこまで気にしなかった。水曜日なんて最近したし。どういうこと？毎週水曜日。いやいや、もう4回ぐらい、4、5回やっとるから。最初の方だって火曜日とかだった。それ一発目だけだ。別に気にしてなかったっすもん。気にしてなくて遅刻するとか一番やばい。いや、でも、いや、申し訳ない。それはさせんし。それはなんで遅刻したの？ナチュラル寝坊ですか？ナチュラル寝坊だ。基本的に、はい、俺は起きれないから、嫁が、はい、いつも起こしてる。俺をね。だから、はい、俺のせいじゃない。はっきり言ったよ。はっきり言ったよ。俺のせいじゃない。俺が。10分遅かったんですか、起こすのが。そうそう、りょこちゃんが。いや、俺言ったんだけどな。ああ、明日寝坊すんなよって。出会ったちゃうよ。よう結婚したな。すごいですよ。叩かれるわ。社長来るから絶対起こせよみたいな感じで。そうそうそう。はい、やらかしたって言って、どんなーって。タッチはめちゃくちゃタッチ。そんなこと、それはそうだけど。マジっすか？やるよ。リュウジ君は普通に起きてるんですか、自分で？起きる起きる。でもアラームで起きるもん、俺は5時半から10分間みたいな、10分単位で。はいはいはい、はい、でその3回目で大体起きるんだけど、大体、はい。で、俺が布団の中で携帯持って一うずくまっとると、はい、最終的にちゃんと起こしに来る、起きとるって感じ。おお、普通に自力で起きるんですね。自力で起きとるよ、自力で。俺かも自力で起きる。え、アラームすらかけないですか？かけない。それ一番立ち悪いよ。アラームがもう聞こえない。子供と一緒。結婚してからずっとですか？うん。逆に結婚する前どうやって起きてたんですか？意識すれば起きれる。完全に他力本願で。そうそうそう。意識全くしてない。それ何もないんですか、そのペコちゃん側から。あんた自分で起きなよみたいな。ないね。どれやん。あ、ないですか。まあもう言ってもだって思ったんだ、俺。ゆうし君もやっとんじゃないですか、そういうこと。何よ。奴隷扱い。奴隷扱い。奴隷。奴隷扱い。どういう奴隷扱いしてそうじゃない？どういう奴隷それは。朝起きろよ、起こせよ、俺は寝よ、絶対俺。何やっとんだ、そんな。寝坊した瞬間、お前やっとんだ、絶対だろ。それは、言ってない。大げさに言った。やばいよ、そんな、もうアンチコメント殺到だよ。殺到する。言ってないですからね。勘弁してくださいよ。こいつの前、全部任せたから、自分でなんかやることあるのぐらいのレベルで。あ、なんか家事とかもやってないですね。いいっすやらんねん。いや、リュウジ君も やるんすか？リュウジ君絶対やらんなさそうな顔しますもん、だって食ってばっかだったもん。あれみたいな、千と千尋みたいな感じでもうバーって料理出てひたすら食うだけだから。甘いだけやった。いやいやいや、お前の前だってお前ソファーにまで出てんってなってもう。いやいやいや、そんなことないです。リュウジ君もあれじゃないですか、早く飯作ってよ。飯作ってるじゃない、もう家帰ったら飯作ったろ。作ってなかったら、どうするんですか？隣散らかして暴れまくるんですよね。作ってなかったら、うわー、いつの時代の。作ってなかったら、俺勝手に自分で作ろう。作るんですか、リュウジ君？作るよ。リュウジ君作れるんですか？インスタントする？インスタント？お前だけだろ、それは。お前、お湯注ぐラーメンだろ、ずっとお前。
いや違うですよ、鍋に入れて作るラーメンです。どっちも一緒やん。ちょっと手間食う方ですね。ちょっと手間食う、一手間の工夫って大事だろ。休みとか普通に飯作ったりするで、自分で。おマジっす、パスタしか作ってないけど。パスタなんて簡単やん。簡単じゃねえから。あれですよね、茹でるときに塩入れるんですよね。それは当たり前のことです。それぐらいわかりますよ。調理工程や、まずそれはもう。それは知らない人もいるんじゃないですか。おるでしょ、それが。誰でもみんな知ってるでしょ。知らないやつはお前みたいなやつだけど。何パスタ作るんですか。最近あれ、アサリ取れるじゃん。アサリパスタ作ってる。ああ。分からんわね、それ作ったことないから、お前。美味しそうじゃないですか。オムライスの方がね。確かに僕は貝食べれないんで。子供の飯しか食えんな。え、でもあれもやるんですか、洗濯とか。洗濯はやらん。なんか別にそんなあれですね。変わらんね。変わんないですね。パスタがオムライスの違いだから。今聞いたら。変わるでしょ。じゃあ食器洗いは。ん？食器洗い。食器洗いから。一緒やん。俺でも俺は違うから。俺はウルハにやらせるから。どういうの？あれにやん。しもめが俺もせ。やれ。やらせる。そうそう。リードつけて次はどっちだっつって。どっちだ。似たりばったりな感じですね。違うよ、俺はやってるじゃん、俺ら側でやってるから。はい、嫁に対してね。リュウシ君何もやってあげてない。ちょっと嫁に対して俺ら側やってる。ああ、そういうことですね。ウルがやってるってこと。そう、僕は監視人だもんで、監督っすよ。あ、現場監督だっけ、バカ。作業員が2人おるので。大丈夫だって、俺2人だで。子供いっぱいおらんなもん。作業員1年十分だで、俺足りとる。ちょっと足りてない。やってないやん。足りとる。やってないやんね。それ、え、でもなんかあれなんですか、やってよみたいなのならないですか、2人とも。ならんなら。ならないですか。ルジ君はやってって言われたらやるんですか。やるですよ。監督はやんないですか。でもこいつは絶対やらんと思う。俺は行けって言うだよ。それはまずいです。その差もあるんだ。その差ありますね。わーって行くもんね。で、俺の場合は嫁が料理作りたくないって言ったら、じゃあ何か頼めばって言ったら。おー、監督は何やっとんだ。何やっとんだ。こいつの場合なんか料理を作ってもらうのが当たり前みたいな感じで、多分そんな感じで。そんな感じ。カップラーメンも作ってもらってましたんですよ。カップラーメン、あの激辛の。じゃあこいつ家におったら何もやらんでた。机のテーブルに座って、じゃあ俺取ってとか、あれ飲みていいとか、酒はみたいな、酒飲みていいとか。酒は。いや、この前ふわり取ったんや、俺自分で。お酒ついとったんや、たこ焼きパーティーの時。それがテレビ局とかおったからだろ。たまたまやん、たまたま。でも言わんでも出てくるっすもん。よく成り立ってますね、それで。なんかもううまいこと出てくるもん。もう、あの、頭でピーって意思疎通ができてるで。意思に伝心するで。日常の会話があるんですか、会話は。普段生活してて。いや、でもあんまりないかもな。確かに、たこ焼き食った時もあんま可哀想なかったよね、お前。ずっとテレビの人ばっかそう言ってたから、お前。それは人が来とるからじゃないですか。よくそれで持ってますね。それで離婚とかならないですか。会話がなくて、それでなんか仲悪くなって離婚みたいなケースもあるじゃないですか。仲悪く、喋らんから仲悪いとかないくなる、ね、なんか居心地が悪いとか、ね、お互いに飽きてくるんだよ。飽きてくるっていうか、もうなんかいて当たり前の存在になってくるんだよ、だんだん。あ、そうすると周りに視野が広がるから浮気するみたいな、はい、あ、そういうことですか。若いと、特にあ、じゃただもう、こっちは若いで浮気してるのも終わりだわ。ちゃーみたいな。浮気して終わりだわって思ってた。まあでもそうだよね。2年ぐらいでしたっけ。2年。新婚の時からもなかったんですか、会話。いや、
確かに気になるな。徐々に減っていった感じなんですか。徐々に減っていった感じ。付き合ってどれぐらい分かるんでしょうか。分からん。あ、まあ、全然付き合おうと言わずにずっとおって、結婚しようかみたいな感じ。結婚したの、子供ができて結婚したっけお前。そうそうそう、付き合おうとも言ってないし結婚しようとも言ってないし。あ、それで子供ができて籍入れたのかな。そうそう、それでもどれぐらいなの、何年一緒におって。もう一緒におる期間も分からないし、残しには3期って3年か4年ぐらいです。たかが3年か4年でも通わないの。40歳ぐらいの人たちの悩みじゃない通わないで。そう、そういうそういうもんじゃないの。違うでしょ、だって俺もう女と10年まだ普通にあるんですよね、会話は。会話ってか普通で普通に喋るよね。今日何があったって。女も普通に喋ってくる。仕事で今日何があったって。はい、普通のないですか。いやでも あるもんですよね、子供がおるもんで。あ、そうそう、子供がおるもんで寝るまでの時間はわー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 しとるじゃないですか。2人気になったらなるって、絶対あるって、絶対あるでしょ。あ、分からん、子供おる気持ちが分からんからあれだけど、それもあると思うんですよ、やっぱ。あ、なるほど。静かになりたい時間帯って。でもそれは3、4年だよね、お前一緒って別にいいんです。どうぞ。離婚危機系の動画って3回目ぐらいですもんね。やばいじゃん、もう3回目の離婚危機。3回目の離婚危機じゃあもう離婚するやんそんだけ離婚危機が上がるやん。そんだけ危機ってなってないから、まず。あ、そうだ一回もなってないから男って単純だね、分からへん。まあ確かにそうですね。やめて、そういう話聞くと。やめて、やめて、我慢する生き物だしさ。はい、感情を食べれない、一気にパーンみたいな感じですね。そうそうそう、あれいつも通り人一人で思ってたないからないから全然長くチャンネル、家族チャンネルも上げてるんで。長けしたら一番面白いな最低地獄絵図だよ、ね、ちゃんと捨てられるみたいなチャンネルどうするのかな。チャンネルどうするんですか。佐々木ファミリーでも今って離婚しても名字変えない人多いじゃん。ああそうなんですか。めんどくさいから自分のも元に戻そうか。あ、じゃあ大丈夫です。だから大丈夫、大丈夫か、大丈夫。感謝の気持ちあるんですか。起こしてくれてありがとうって。いねえだろ、マジかってなんか負けねえだろマジかこんな感じですね。はい、これからも頑張ってください。せなが夫婦生活いい夫婦ですから、これからも楽しい家族動画撮ってくんで、はい、そうですね。チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。お願いします。また見てねー。